こっち読んだら読めるでしょ、漢字の方を。正解進出、初回、初夏入試すら。これは…こんにちは、今回もミニゲームをやりたいと思います。早口流星群よー。流星群が現れました。流れ星が見えたら素早く3回カードに、カードに書かれた早口言葉を願い事を唱えましょう。はい、早口言葉っていう名前の願い事です。はいはい、うまく言えたら得点を獲得できます。はい、他の人の番の時はうまく言えるかどうかを予想して得点を稼ぎます。はい、12点取った人の勝ち。なるほど、オッケー。12点取った人の勝ちにします。はい、まずみんなに3枚ずつカードを配ります。はい、言えるか言えないかをかけて、言えた場合は言えないにかけた人の人数分だけ得点が入ります。はい、なるほど。3人が言えないにかけて言えたら3点入りますから、その言えるにかけた人と言った人は。はい、よし、いきます。はい、手持ちの札にもさ、寄る。あれは運はあるよね。確かに寄る。これ時計回り、時計回り。はい、これあれしましょう。1点支払って手札総替えっていうのやりましょう。あー、なるほど。あるっていうことですか。1点支払ったら手札を全部変えていい。なるほど。3枚捨てて3枚引く。でもこれ隣の人にやるから返りそうないっすね。今日は読めなさそうな、そう、読めなさそうなのがいいってこと。OK、じゃあじゃんけんで決めます。はい、はい、父さんから時計回り。はい、父さんが主催者。はい、でいきます。はい、まず、はい、神アニメ2期。簡単ですね。これは簡単ですね。神アニメ2期、2期。言えるか言えないか。せーの、言えない。言えない。言えない。もう怒ると。言えないと思う。絶対に言えない。シュウさんなら言えない。絶対言えない。はい、3、2、1、どうぞ。神アニメ2期、神アニメ。言えない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 。たのが2人だったんで2点取ってってください。はい、いただきます。はい、ざす。はい、信じたのが間違いだった。じゃあ1枚引いてください。はい、じゃあシュリさん、シュリさんが主催者に変わります。はい、僕が挑戦者になります。そうです。はい、面白いなこれ。いやー、はい、はい、挑戦。はい、はい、え、はい、何ですか。女子付き肩叩き。あー、もう言えてないもんだって。女子がついてるんだ。うん、女子付き肩叩き。言えるか言えないか。言える、絶対言える、こんなの。絶対言える。言えない。はい、はい、いただきます。はい、3、2、1、どうぞ。女子付き肩叩き、女子付き肩叩き、女子付き肩叩き。言ってた、言えてた。でもそもそも肩叩きだから。あ、肩叩き、肩叩きでも、あ、キキって言えてない。イエーイ。はい、じゃあこちらでございます。富士山無事登山、富士山無事登山。はい、言えるか言えないかお願いします。どうぞ。言える、みんな言える。あ、僕じゃ言えない。小さりさんが言えたら1点です。ヒゲさん以外に。言えなかったら5点入ります、ヒゲさんに。はい、さあ、じゃあ行きましょう。小さりさん、3、2、1、どうぞ。富士山無事登山、富士山無事登山、富士山無事登山。イエーイ。それはね、それはね、言ってもらいます。これはヒゲさん逆張りしすぎたな。12点でしょ。やばい、まだ。トモさん、1点で分かるほしいですよ。0点だよ。じゃあ、いきます。はい、高所得者層。あ、これは言えるか言えないか。せーの、言えない。これ言えたら5点だよ。5点だよ。待って、ちょっと待って、10秒ちょうだい。ダメダメダメ、流れ星がもう過ぎ去っちゃう。3、2、1、どうぞ。高所得者賞。ちょっと待って、マジ、そう、本当に高所得者。これ難しいよ。社長と車中泊。社長と車中泊です。これ難しいな。言えるか言えないか。せーの、言える。絶対言える、こんなの。兄さん、はい、いきますよ。じゃあ、はい、3、2、1、どうぞ。社長と車中泊、社長と車中泊、社長と車中泊。あー、マジか。言えるでしょ。2点です。言えない。これは言えるでしょ。2点もらいます。2点で。はい、現時点のポイント8点。おー、6点。3点。あ、4、3、4。12点で終わるからね。はい、じゃあ、トムさんの番です。はい、いきますよ。はい、これでいきます。はい、アルパカ、パーカー、カッパ。はい、これを言えるか言えないか。
せーの、言えない。嘘。マジ？これ言えなかったらもうアルパカ着る資格ないよ。トモさんだけ勝つ。カッパじゃなくて。これでもトモさんが勝っちゃったらもう。アルパカは着ない。はい、あ、そうだわ。ちょっとプレッシャー与えんな、プレッシャー与えんな。頼むよ。プレッシャー与えんなよ。じゃあいきます、トモさん。書いた。はい。3、2、1、どうぞ。アルパカバーガーカッパ、アルパカバーガーカッパ、アルパカバーガーカッパ。イエーイ、言えるか、ね、言える喜び味わいたい。これ俺、これ俺点もらわれへんのか。はい、点もらわれへんのか。言えたら点もらえへん。あ、そうなん、あ、そうなんや。あ、じゃあこれ、はい、簡単です。世界選手権最優秀選手、はい、これを、これは簡単ですね。はい、はい、それでは言えるかどうか、皆さん、せーの、言えない。おー、おー、レジジェル、レジジェル、レジジェル。それでは、シグさんお願いします。3、2、1、どうぞ。世界選手権最優秀選手、世界選手権最優秀選手、世界選手権最優秀選手。ほら言えた、ほら言えた、ほら言えた、ほら言えた。最初微妙じゃなかった。セーフ。まあ出題者が決めた。セーフ。セーフで4点ずつ。4点ずつ、すごい。え、マジ？バッテンが4人もいたから。トモさんバツだったの？バツです。僕もバツです。4人バツだった。やば。やばい。逆転。え、9点。逆転にあるの？すごい。逆転あるね、これ。7点です。絶対言えないと思ったのに。じゃあこれで。はい。はい。正解。正解進出。初回に。初回に。初回に出馬。こっち読んだら読めるでしょ、漢字の。正解進出、初回、初回に出馬。これは。しゅりさんが難易度上げてるだけで、実はヒゲさんはさらっと言うかもしれない。いやでもこれは難しいですよ。これはきついな。それでは、言えるか言えないか、どっちがいい。言える、絶対言える。言えない。絶対言える、これ。言えると思う。漢字の方読んだらいけるよ、これは。いや、俺はもう、大きい点が欲しいから。なるほど。これでいきます。はい。3、2、1、どうぞ。正解進出、初回に出馬。正解進出、初回に出馬。正解進出、初回に出馬。はい、素晴らしい。言えた。というわけで、私、11点でございます。お、やばい。はい。俺も10点です。はい。え、何これ？10点です。ちょっとね、あの、面白くないんですよ、問題が。なるほど。なんで、1点払って、新しいの3枚。なるほど、なるほど。じゃあ、両替ですね。なるほど、両替。いきましょう、じゃあ。はい。はい。コスタイさんに聞きたいのは、曹操訴訟勝訴。曹操訴訟勝訴でございます。はい、じゃあ、行きたいと思います。言えるか言えないか、せーの。マジ？あ、一人。あ、逆転あるよ。逆転勝つぞ、これ。あ、逆転ある。これ。これ無理でしょ。さあ、じゃあ行きましょう、コスタリさん。3、2、1、どうぞ。そうそう、訴訟勝訴。そうそう、訴訟勝訴。そうそう、訴訟勝訴。おぉビル、そう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 もう一回やりませんか、これ。もう一回やろう。これもう一回やりましょう。もう一回やりましょう。もう一回やりましょう。なるほどね。ライン20点にしませんか。はい、20点。はい、20点ライン。はい。では、第2回。はい、2回。20点にします。はい、20点。では、コッサイさんから。これからスタート。コッサイさんの出題からスタート。はい。いきますよ、じゃあ。はい。じゃんけんだ。わかんないじゃん。あ、でも信じてる人は。信じてる人もいる。信じてる人もいる。信じてよ。はい、ちょっとずつ失言。ああ、これはでもね、これはね、これはじゃあ言えるか言えないか、せーの、言えない。言えるか。じゃあ答えじゃない、答えじゃない、言えたら。そうだよ。言えたら大幅リード。はい。言え。いきますよ、じゃあ3、2、1、どうぞ。ちょっとずつ失言、ちょっとずつ失言、ちょ。ご視聴ありがとうございました。今から僕が早口言葉に挑戦するので、3回言えたらチャンネル登録を押してください。え、じゃああれだな、俺も見ないようにします。はい、見ないようにします。はい、それでは、はい、いきます。はい、ここに出してください。着服気質克服。はい、反転して読めない。ちょっと待ってください、ここはカットします。はい、できます。はい、はい、お願いします。それでは3、2、1、はい、着服気質こっちからします。もう一回チャンスお願いします。地蔵聴取中止。これ簡単ですね。あんなの。はい。
はい、事情聴取中止、はい、これですね、はいはい、さあこれ言ってください。それではいきます、3、2、1、はい、事情聴取中止、事情聴取中止、事情聴取中止、はい。